赤コーナー169センチ 64.5キログラム K-1 ワールドグランプリアンダー65キロ王者対ウィラサクレックフェアテックスチーム KO フェアテックス。31歳全く陰りなし、光は増すばかり。 K-1 の王 KO ウィラサクレックアンダー65キロフライト、延長は1ラウンド用意されております。3ノックダウン制で、中村さんに伺いましょう。外国人対決、タイのゲイオー対モロッコのブライドというよりはもうゲイオーが人気バタフットしてますね。そうですね、すごくもうこの K-1 のファンの皆さんにもこう愛されてるというか、はい、伝わってきますけど、このイリアスブライドは K-1 参戦すごく久しぶりなんですけど、もう今ヨーロッパでかなり年収を重ねてもう強豪として名を馳せてるんで、ゲイオーにとってはもう本当に厳しい相手が用意されたと言っていいと思いますね。この今年に入って1月2月ももう試合をしてブライド勝っているそうですね。はい、二十歳ですよね。そうですね、はい、伸び盛りですよね。はい、K-1 はおよそ1年5ヶ月ぶり、その時はタイトを連打、右のストレートで KO していますブライド。迎え撃つゲイオー。今第1ラウンド開始です。ローキックより高く打とうというのがゲイオー。あと今回ゲイオーはちょっと早めに日本に1ヶ月ぐらい前から入ってずっと調整してて、結構いろんなジムでも練習してるみたいなんですけど、なんかかなりこうパンチを近い距離のパンチを練習してたっていうのを聞いたので、あ、はい、まあ、前回 のマサルグランダー戦の、反省でも踏まえてそういう準備をしてきたんじゃないですかね。そうですね、あの時は判定2対1で勝ちましたが、はい、シルバーウルフジムにも中村さん、はい、そうですね、はい、今ソーダ安富選手と一緒にこうスパーやったりとかもしてるそうなので、はい、とにかく全攻撃飛び膝、そして左右の前蹴りと放っていきます。マサトさん、序盤まずどうですか、はい、まだ時間はあまり経っていませんが。そうですね、まあでもイリアス・ブライトも強いですよね。そうですよね、はい、パンチ迫力ありますよね、はい、ゲオも気は抜けませんよね。やはりそこは警戒しているというゲオのコメントもあったんですが、でも今日はあれですね、高い位置の蹴りをあんまり蹴らないです。おお、はい、お膝、ね、あ、これ組みついての膝となってはいけません。抱え込んではこれホールディングとなってしまいます。ゲオに口頭注意1。またでも正人さん、この身長リーチ差というのはちょっと厄介ですよね。でもそんなにゲオは気になってるとは思えないですね。そうですか、あまり気にならないと思いますね。ゲオが169センチ、ブライドが178センチとあります。あ、そんな違いますか、はい、しかし前蹴り、前に出てくるブライド、これガードを高くして、関根さん、その動体視力という点でももうゲイオーもちろん一級品ですしね。素晴らしいですよね、はい、パンチを見切ったりね。わ、そしてこうやって当て込んでいきます。お、左右はアッパー気味。日本人選手はね、ほとんど木村選手だけですからね、顔に当てたの、パンチを、はい、そうでしたね、避けちゃうんですよね。昨年の1月18日ありましたが、それも雪辱しています。バックスピンにローブロー、これちょっと後ろを向いてしまった時に、急所に蹴りが入ってしまいました。ゲオの蹴りです。でもイリアス・ブライド負けてないですね。そうですね、K-1 出た後にこうエンフュージョンってヨーロッパの結構大きい大会でもうずっと勝ち続けてチャンピオンになっています。そのエースなんですよね、はい、もうそこになり得て、おお、またバックスピンを見せてきます。これ回転技というのも、マサトさん、これいけるというふうに踏んでいるんでしょうかね、ブライド。いや、もう全然臆するところないですよね、ゲオに対して。回転技も得意なんですよ、イリアス・ブライド、はい、結構当ててるんですよね、あれ、はい、ラリー。このストレート、ね、ゲイオー競馬用にやっぱパンチを練習してきたからか、はい、ミドルキック、ハイキックが出てないですよね。逆にそれ気になりますか。気になりますね、はい、お、左リードジャブ早いですね、ブライド。あのミドルキック、ハイキックがあると入れないと思うんですよね、はい、イリアス・ブライド。ちょっと苛立ちがあるのか、これこの試合2度目ですね。首を掴んでホールディングでの膝を放ってしまいましたゲオです。バックスピンまた見せる。こちらは3度目のイリアス・ブライド、1ラウンド目を終了しております。
さあもう正人さんに伺いたいことがたくさんあるんですが、ゲオサイドからまずどうでしょう。はい、はい、そういう感じしますよね。そういう感じ、強いなっていう感じはそんなに思ってないと思いますよ。八幡地の怖いもの知らずか、それとも自分の実力はそれほどなんだということか。イリアスブライド、セコンドアウト。あ、セコンドがこれ足を高くするように動かしていましたね。ゲオ陣営です。第2ラウンドです。グロー、もう逆に高い蹴りを放っていくのはイリアスブライド、青いグローブです。またガードも相当高くしてもものあたりへの蹴り。中村さん、もう事前のコメント通りブライド飲み込んでますね。そうですね、まあ、プラスやっぱりゲームが蹴らない分やりやすいんじゃないですかね。はい、やっぱりミドルとか食らって距離が詰めれないのが一番イラスバイドはきつい展開だと思うんで、はい、そうですね。今膝もありましたがバックスピンキック、もう水を得た魚のようにというのはイリアスブライド。ゲームがちょっと今日は危ないかもしれない。はい、今左、はい、ようやく殿下の宝刀を引き抜きました。でもブライドももう正人さん、これは研究もしてきているだろうという動きですよね。ですけど、あのミドルキック強烈なんで、はい、あれがあればこんなにブライドは前に出れないと思うんですよ、うん、まずそこ、大前提。あと1ヶ月日本で練習したっていうじゃないですか。ちょっと環境変わってたのかなって気もしますよね、はいはい、ちょっと今までのタイのトレーナーがいたのかなとか。はい、そうですね。口頭注意もまたホールディングで一つ与えられています。ゲイをパンチできますね。ちょっとバランスが悪いですね今日。はい、この蹴り合いもどうだ。右で出てくる、トミーザー。それでも圧倒するというのかゲオの戦法です。いや、戦力です。関根さん、このラウンドどう見えていますか。相変わらずあれですよね、前出てきますよね、はい、イリアスブライドの方が。あ、タイムストップ。今そんなかけてないと思うんですよね。持ってないですよね、はい、ちょっと触ってるぐらいだと思うんですけど。グローブ触ってるだけだと思うんで、はい、ちょっと神経質すぎますよね。あとちょっと体格差が出てるかもしれないですね。あ、そうです、ね、スライドの方が大きいんで、こう前に出られた時にやっぱり小さいんできついですよね。はい、うん、左ストレート膝。ブライド長いリーチに、さらに中村さん、パワフルさ増してますね。そうですね、まあ、多少ももらっても効かないと思ってるんじゃないですか、イリアスブライドの方は。はい、いや、それが実際戦ってみてポイントになるとしたら、これはゲーオーにとって非常事態です。まあ、前回のマソル・グランダーソンもそうですけど、やっぱりヨーロッパの選手は攻撃もらっても下がらないんですよね。はい、体頑丈なんですよね、ヨーロッパの選手って。やはりそうですか。このイリアス・ブライドもそうだった。右のパンチです。モロッコ出身の20歳ワンダーボーイイリアスブライド。おお、これも20歳ですか。そうですね、ゲオは31歳。あとイリアスは67でも試合してるんですよね。だから大きいと思うんですよ、はい、多分少し。中村さん、そのエンフュージョンでのタイトルがまさに67キロ、はい、両方できるんですよね、この選手、はい、この試合はアンダー65キロです。またガードが硬い、はい、ただ単純に強いんだと思うんですよね。そうですか。いや、これはまたさらに実力アップ。果たして日本にやってきていましたリリアス・ブライド。ブライド、前回の来日の時よりも強くなってますね。確実にそうですよね、そんな感じがします。はい、関根さん、来るたびにっていうような、要するに20歳だから、はい、伸びてる最中なんですよね。そうですよね、やっぱり1試合1試合強くなってきますよね。いや、それが間違いありません。恐ろしい。セコンドの声を聞いていました。コーナーで祈りを捧げるゲーをラスリーラスリー、ゲーをアンダー65キロのワールドグランプリチャンピオンです。そこにイリアスブライド果敢に、いや、ここも気持ちで体力で、やっぱ体の大きさで全然前出てますもんね。今またそれが際立ってますね、関根さん、ここからどうご覧になっているんですか。だからゲオがやっぱりこれからどう捌くかですよね、はい、また捌けるのか。バックスピンをさらに見せるのがブライドです。ブロックでこう攻撃弾き返しますよね、イリアスブライドの方が。そうですね、食らっても
あこれも一旦膝を打ち込んでいくんですが、突き放す前蹴りもあるんですが、ガードが高い右左右のローキック、さらに前に出てくるブライドです。でももちろん中村さん、まあ、ゲーを持ってかずは出してはいるんですよね、はい、そうですね、ああやってこうイラストブライドが両手でこう顔面ブロックするんで、今みたいなこうボディへの膝が有効だと思いますね、はい、うわーでもこの大砲対速射砲というような戦い、タイムストップ、あまたこれホールディングということですね、両手で掴んでホールディング、口頭注意1、ゲーをウィラサクレックに与えられています。変わらずサウスポースタイルのゲーを蹴りではなくパンチと膝を多用しています。ここも左ストレート、イリアスガード硬いですね、硬いですね、なかなか崩せません。今ミドルキック出しましたゲーを、あーでもゲーを、おーワンツー、ブライドのパンチ、あしかしちょっとブライドの手数の方も減ってきたのか、いやそれとも何か狙っているんでしょうか。今前進してきました。でもゲオはクリーンヒットは食らってないですよね、はい、やっぱりうまいですよね、やはり、そこはギリギリのところで見極めていると言えそうです。ゲオウィラサクレック、ちょっとイリアスブライドの方も口を開いて呼吸しています。マサトさん残り1分となります、どうですか、ちょっと効いてると思います、ね、今の膝蹴りいいですね、ゲオの腹部への膝、ゲオここでも狙えるかどうか、それでもブライド前に出るパンチから右のローキック、前蹴りも長いんですが食らいません。ゲイをパンチ交錯、ワンツー、押せパンチで左膝、ちょっと効いたんじゃないですか今、あブライドの動きが止まっています。そうですね、どうでしょう、攻め疲れというのもややあるんでしょうか、口開いてますからね、そうですよね、対照的にゲオの方はこのままのペース、黙々と何か今日はパンチと膝、あーローキックもカットしています。右を振るってくるブライド、左はミドルハイカー、さらに前蹴り、距離を取る、距離を取って左ストレート、一発一発有効打は最後はゲオです。ここで試合終了、特にどんな風に感じられたんでしょうか。いやどっちが取ってるラウンドがあるのかなと、まず、はい、どういう判定になるのかなと、これやや難しいでしょうか、難しいですね、お互いの局面がありましたし、なんかお互い聞かせたっていう場面が見られなかったので、確かにそうですね、どういうポイントの付け方をするかな、はい、集計の結果をお知らせいたします。集計の結果が出ます、判定が下されます、ゲオかブライドか、ジャッジ勝本30対29、赤ゲオ、ゲオ30対29、3ラウンド、ね、ジャッジ友武30対29、赤ゲオ、赤ゲオです、30対29が三者3対0、いやこのモードでも勝ちは決して手放さぬと、ゲオウィラサクレック難敵ニューカマーイリアスブライドに勝利しています。さあ関根さん、はい、3ラウンドかなという声が下がります。そうですね、3ラウンドあの膝蹴りとか相手をさばいてコントロールしてたんで、はい、まあ、そこの差が出たのかなっていう、で勢いはブライドのがありましたけど、まあ、テクニック、最終的な総合テクニックでいうとやっぱりゲオがうまいなっていう感じがしましたね、うまさのゲオですね、さあ中村さんに伺いましょう、はい、これその蹴りがなかなか出せなかったというところもありましたけれども、そうですね、